はい、じゃあ今回はこちらの方ですね。まあ、パトカーと軽自動車の方が何やら同じ方向を向いてぶっ壊れておりますけれども。まあ、これはですね、まあ、上尾警察署の目の前のとこで緊急走行中だったパトカーと、まあ、青信号を走ってきた軽自動車の方が、まあ、いわゆる出会い頭の事故というようなことで、まあ、こんな感じで大破をした。まあ、その時に軽自動車と同じ方向を走っていた、まあ、おそらくバイクだと思うんですけれども、まあ、バイクのドライブレコーダーというものが出ているんですが、まあ、ここのとこで、まあ、ぶつかった瞬間、まあ、ちょっと見にくいんですけれども、ちょうどこれパトカーで、これ軽自動車ですね。それがね、ぶつかった瞬間。この状態がここに軽自動車がいて、パトカーは今、ここにいるというような状況なんですよね。まあ、こういう状況を見ると、なんだまたパトカー警察この野郎みたいに思う方が、まあ、たくさん湧いてくるかなと思うんですが、まあ正直なところ、まあこういう状況になったとしても、軽自動車側の方が圧倒的に悪いというようなこと。まあそこの部分というのを知らないと、嘘だろうっていうふうになっちゃうんですよね。まあこの事故というものに関して、まあこちらですよね。出動直後に4人重傷パトカーと車が衝突というようなことで、これ4人重傷というのはですね、この軽自動車側なんですよね。軽自動車側に乗っていた4人が重傷ということになります。埼玉県上尾で8日の午前0時40分頃に警察署から緊急に出動したパトカーが警察署の目の前にある赤信号の交差点に進入した際に軽自動車と出会い頭に衝突。軽自動車に乗っていた20代と見られる4人の男女がいずれも頭や全身を強く打つなど重傷で病院に搬送。パトカーに乗っていた警察官1人も軽傷。警察はパトカーの緊急走行に問題がなかったか調査を行うということなんですよね。で、場所なんですけれども、場所はですね、こちらですね。ちょうどこちらの茶色い建物、これがですね、上尾警察署になっていて、まあ、軽自動車の方はこちら、第一通行帯を走行していて、撮影していたのはおそらくバイクだと思うんですけれども、バイクは第二通行帯を走行。で、右折レーンに、まあ、映像ちょっとね、見にくいんですけれども、まあ、おそらく右折レーンに車両はなかったというような形になってますよね。で、まあ、こういう状況で、まあ、事故を見ていくと、まあ、今回のケースに関しては、このバイクのドライブレコーダーの映像を見る限りでは、まあ、軽自動車側の方に、まあ、一方的な過失があるかなというような感じがしますね。これがそう言えるのは、まずこの撮影車両ですよね。ちょうどこのバイクの方の撮影車両というのが映像として出てる。まあ、リンクの動画を見ていただくとわかるんですけれども、この第一通行帯、今軽自動車なんですが、これがですね、この撮影車両を追い抜いていってるという状況が見て取れます。それで右側からパトカーの方が進入をしてきているということは、まあ、おそらくこの撮影車両というのは、このサイレンの音が聞こえたので、速度を落としていっていたところ、まあ、左側から来ていた軽自動車をまあそのまま突っ込んでいったと。で、見えた瞬間に、こちらの軽自動車の方は、一度ストップランプ、ブレーキランプが一回ついてるんですけれども、その後にまた離して交差点にそのまま進入をしていっております。そして、ぶつかる瞬間にブレーキを踏んでいるというような状況が見て取れるので、まあ、この状態はブレーキをその前に踏んでいるということはパトカーを認識した。その前のサイレンの方ですよね。まあ、こちらの方にはおそらくほとんど気づいていないのか、何も気にしていないのかというような状況。で、この軽自動車の方というのは、まあ、20代と見られる4人の男女ということなので、まあ、20代おそらくまあ前半なんではないかなと思います。まあ、運転が誰がしていたのかはわかりませんけれども、まあ、4人とも重傷、まあ、かなり激しくぶつかっておりますので、まあ、重傷事故にはなりかねないかなというような気がしますよね。こういう風になったら緊急走行の方がもっと注意しなかんのじゃないかみたいなね、感じの意見もあると思うんですが、まあ、ルールを見ていくと、まあ、こちらですよね。まず、緊急自動車の通行区分等ということで、まあ、39条。39条というのは、緊急自動車というものに関して、まあ、要するに、はみ出して追い越すことできますよ、というようなことが書いてあり、そして、第2項のところに緊急自動車というのは、法令の規定により停止しなければならない場合においても停止することは要しないよ。これは、一時停止や赤信号などというとこですよね。だから、道路交通法で止まれと言われているところは止まる必要性がないというのが緊急自動車になります。ただし、この場合においては他の交通に注意して徐行しろよというルールがある。だから、そのまま突っ切っていいわけではなく、徐行しなければならないというふうな定めになっておりますので、
まあ、大体事故になるケースの場合は、徐行はしていないという状況なんですね。だから今回のパトカーの映像、まあ、この状況を見る限り、まあ、徐行とはおそらく言わない。この状態っていうのが、要するにパトカーの方は、こちら右側の方から来てるんですよね。警察署の方から来て、向こう側の2車線というところも通過をし、そして右折レーンも通過をし、そしてこの第2通行帯を通過をして、第1通行帯でぶつかっているという状況なので、まあおそらくここら辺はすごく慎重に入りながら様子を見ていって、この撮影車両の方が、まあ減速をしている状況を見たので、そこからそのまま行こうとしたところ、第一通行帯の車というのが全然減速をしなかったので、そのままぶつかったと。まあおそらくそういう状況だと思うので、まあそうなってくると、パトカーは徐行してたけれども、交差点を抜ける手前のところから加速をしてったんじゃないの？というふうに言われてしまうと。まあそうなってくると、まあ、ここの部分ですよね。徐行しなければならないというところ。まあ、ここの部分というのをやってない。停止することを要しないということは、交差点、信号で停止することを要しないということなので、交差点を抜けるまでは徐行なんですよね。徐行して進入しなければならないと書かれておりませんので、だから出ていくまで徐行ということ。だから一時停止という状況であれば、その一時停止が何を表しているか。それで一時停止で出て、交差する道路。まあそこを通過するまでは基本的には徐行という状況なんですよね。だからまあ事故をするっていう状況ならまあおそらく徐行はしてないだろう。まあぶつかり方の激しさを見ると加速をしたところでぶつかったというのは見て取れると思います。軽自動車側ですよね。まあ軽自動車側というのは40条緊急自動車の優先というところ、まあここの部分を全くやっていないということになります。交差点またはその付近において緊急自動車が接近をしてきた場合というのは、車両というのは交差点を避け、かつ道路の左側によって一時停止しろよというのがルールとしてあります。交差点以外というのは左側によって進路を譲れなので、交差点以外の場合には止まる必要性はありません。だから速度を落としていけば OK ということになります。まあできれば後ろから来るような状況になっている場合は、まあハザードを出して左に寄ってあげる方が緊急自動車は追い越ししやすい。まあ止まってあげた方が追い越しやすいという状況はありますので、まあそのあたりは、まあ、臨機応変にやっていただくというのが大事かな。だから一時停止をする。そして交差点には入るなというところが道路交通の40条で書かれておりますので、まあここのとこをやっていないので事故になった。だからここは自分の信号が青だとか、まあ関係が一切ありません。これは緊急車妨害ということで、道路交通法の40条の違反行為ということなんですよね。で、パトカー、今回のケースというのは、別件での緊急要請で警察署の方から出ていったという状況で、まあ、音声に関しては、まあ、このサイレンの音はちょっと聞こえづらいんですが、まあ、鳴っているような感じには見えるので、まあ、おそらく、まあ、警察署の前で鳴らしてないということはおそらくないと思いますので、なんか、まあ、ここの部分は鳴らしていたと思います。で、この赤色灯については、まあ、見たところ、まあ、ついてると。そういう状況は見て取れます。まあ、緊急自動車となるためには、こちら、道路交通法の施行令14条のところの前条第1項13条というのが、こちら、緊急自動車というのがどういうものか。まあ、公安委員会の方に届出を出して指定をいただいたという車両が入ります。まあ、いわゆるパトカーとか白バイとか、まあ、こういうものは基本的には緊急自動車に該当する。で、緊急の用務のために運転をするという状況なので、緊急の用務の時に運転をしないときは緊急自動車にはなりません。だから通常の状況というのは、パトカーは普通の車と同じという状況になり、そして緊急で今回のように走るという状況になった場合というのは、サイレンを鳴らして赤色の蛍光灯をつけなさいねというルールになっております。これはどちらもやっていないと緊急自動車の要件を満たさないので、満たさないということは一般の車と同じ。だから赤信号を進入していった時にサイレンを鳴らしていないということは、一般車が信号無視をするのと同じということになります。ただし、この取り締まりですよね。これがですね、22条の規定に違反する車両を取り締まる場合、この22条というのは最高速度ですね。だから速度超過の車両を取り締まるときに必要性があると認めるときはサイレンはいらないよ。ただ赤色灯ですよね。こちら赤色の蛍光灯は必要ですよ。というようなことになる。だから白バイとかというのは赤色の蛍光灯の方はつけてると思うんですが、サイレンは取り締まる瞬間にピューンと鳴らすと思います。だからあの状態というのはここに該当するので、取り締まりとしては問題がないということなんですよね。で、今回のケースは、まあ、このような状況。
パトカー側の方が赤、そして軽自動車側の方が青。で、片側2車線の道路で右折レーンもあるというような状況。まあじゃあこういう状況で、まあ実際に軽自動車側の方が、まあこれなんだパトカーこの野郎って思ってると思うんですけれども、過失割合どうなるかっていうと、こういう状況になります。過失割合としては直進の自動車、これ軽自動車側ですよね。軽自動車側の方というのは青信号ですが8割あります。で、緊急走行中のパトカーというのは2割なんですよね。これがパトカーが徐行していないという状況になって2割という状況になってきますので、だから今回のケースだとおそらく基準はこの8対2という状況になるのではないかな。そこで直進の自動車、今回軽自動車側、こちらの方の過失も動きます。それが見通しが利く交差点。まあ、今回の場合は見通しが利く交差点にはなると思うので、まあ、これもしかしたら1割加算がある。で、パトカーが徐行している場合はプラス1割なんですが、まあ、今回はおそらくこれはないと。で、パトカーの明らかな先入りという状況だと2割加算になるんですよね。2割加算、これ明らかなっていう状況が、もう明らかに反対車線側からここまで行っているので、まあ、右折レーンも含めると、全部で5車線のところでぶつかってるという状況になると、まあ、パトカー側の方はもう明らかに交差点には先に入っていて、なおかつ、まあ、撮影車両よりも軽自動車の方が、いわゆる追い抜くような状況で交差点内に進入をしていってるので、まあ、その状況を考えていくと、まあ、明らかな先入りというのがパトカー側にある。で、直進車の先行車両が停止をしている状況にもかかわらず自分が行ってしまうという状況になると、これ2割加算なんですよね。まあ今回のケースはそれは該当しないと思います。だからこういう状態になってて、ここの前の車とかっていうのがパトカーが来てるから止まってるところを、まあ自分はそのままバーンって行ってぶつかったっていう状況は、その車は2割加算されると。そうすると、まあ全体的に、まあ1割加算、そして2割加算。まあこの辺でまあ3割加算は見れるかな。で、パトカーの方というのは幹線道路もっと注意しろよということで、まあ1割加算。あとはパトカーの著しい過失や自由過失があるか。まあここの部分はおそらくないと思うので、そうなるとパトカー側の1割加算で、まあこちらが3になり、そして見通しが利く交差点、そして明らかな先入りだとまあ3割という状況になってくると、まあ、2割直進の軽自動車側に加算される。そうすると、まあ、過失割合としては、まあ、100ゼロの可能性も、まあ、十分あるかなと。まあ、91とかね、まあ、そのぐらいか、もしくは100ゼロ。こういうのは結構警察の方は、まあ、お金というのがこれがですね、まあ、税金でという状況になるので、かなりシビアなんですよね。だから、まあ、警察の方だからっていうような感じで、まあ、2割持つよみたいな話は出てきませんので、まあおそらく91もしくは100ゼロということで、まあ直進側の軽自動車側の方が、まあ悪いっていうような判断になるんではないかなと思います。そうなったら、じゃあ行政処分どうなるか。まあ行政処分として軽自動車側の方が、まあいわゆる先ほども見ていただいた通り、まあ緊急自動車の優先という道路交通の40条を守っていないよという状況は見て取れるんですよね。ここのところをやっていない緊急車妨害等違反ということで、そうすると、まあ、パトカーの方というのも、まあ、徐行してないだろうという意見も出るんですが、この、緊急自動車の通行区分と、こちらの方ですよね、39条の第2項のとこの他の交通に注意して徐行しなさいねというの、パトカー側がしなさいねというのは、これ罰則規定ありませんので、なので、行政処分とかというところには、ここ、該当しないんですよね。だからまあ今回のケース、まあ過失割合等を見て、そして違反行為等を見ると、まあ軽自動車側の方がまあ一方的に悪い。そうするとまあ行政処分の対象になる可能性はまあかなりある。そうなってくるとこういう状況。まあ安全運転義務違反もしくは緊急車妨害と、まあ明らかにパトカーとぶつかってるので、まあこちらになるかなという気がします。これはね、1点の6000円という状況になり。そして怪我の方というのが、まあ4人とも重傷という状況なので、まあ重傷になるとどのぐらいの怪我なのかというのがちょっとわからないんですけれども、全体的に負荷点数の重傷度というと、まあここのどれかになってくると思います。全治がまあ2週間から1ヶ月という状況だと、まあもっぱらの軽自動車の不注意なら6点、そして全治が1ヶ月を超えて3ヶ月いかないぐらいという状況だったら、まあ9点で、全治が3ヶ月を超えたり、後遺障害が残ると13点という点数になってきます。それを足していくと、まあ、例えば、重傷の一番こちらの負荷点数小さいの6点という状況だと、まあ、6点と1点だと7点なので、まあ、7点になるということは免許は停止ということですよね。
で、こちらの方の1ヶ月からまあ3ヶ月という状況になると、まあ9点と1点なら10点ということですよね。これも免許の停止。で、全治が3ヶ月を超える、もしくは何かしらの後遺障害が残ると13点。13点と1点なら14点ということなので、まあ、14点だと、まあ、ギリギリ免許は停止。累積点数が15点になって免許は取り消しとなります。だからこの運転していたのが20代、誰かはわかりません。男性か女性かもわかりませんけれども、まあ、何かしらの違反とかで累積点数を1点もしくは2点とかを持っていると、13点足す1点の14点足す持っている1点もしくは2点になった時点で15点は超えるので、そうなると免許の取り消し1年ということになります。だからまあそのぐらいのことをやってるんだよということを、まあ自分の中でちゃんとね、分かっとかないといけないってことですよね。まあ見てみると、まあ何も考えてないで運転してんだろうなというような感じ。まあ速度の方もちょっと速いよね。まあ撮影車両の方、まあこちらのバイクだと思われますが、こちらの方はおそらく減速をしているにもかかわらず、まあ軽自動車の方はそれを追い抜くような状況。で、交差点に入る手前のところでパトカーの進入は確認をして一回ブレーキを軽く踏んだんですが、その後ブレーキを離していって衝突をする瞬間にもう一回ブレーキを踏んでるという状況を考えると、やはりまあちゃんとルールを守っていないと言われてもまあ致し方がない。そうすると、まあ全体的に基準が82ですが、まあ状況的に行くとまあ100ゼロの可能性はかなり高いというようなことになります。だからまあこういうのはね、皆さんね、タイミング的に当たることはあります。だからね、大音量で音楽を聴いたりとかね、まあ集中をしなかったり、あとはですね、もう車でね、イヤホンをしながら運転してる人もね、稀にいます。あとはですね、まあ運転をしてる時に電話をしながら、いわゆるハンズフリーで耳にしてるとかね、まあそういう方も見かけます。仕事の方、営業の方、いろんな方もそういうのを見かけます。そうすると、まあこのサイレンの音がね、よく聞こえてないっていう方も、まあいるかもしれないので、まあこういう事故というのは、いつ何時自分がやるかわからないと。で、警察の方というのも、まあ、徐行というのは、まあ、交差点を、まあ、通り過ぎるまでという状況なので、まあ、ちょっと急いではいるけれども、ここの加速は早かったよね、と。まあ、あそこでね、加速をしていない状況でもう少しゆっくり行っていれば手前で止まれたので、おそらくこういう事故にはなんなかった。まあ、加速をしていったところに止まらずに突っ込んできたので、まあ、ぶつかったというのが、まあ、結論ですね。だからまあ、お互いにそういうところが出ると、こういう事故にはなりますので、まあ皆さんもね、緊急自動車タイミング的に会うことがあります。ルールとしては、まあこのような状況で交差点は避けて左側に一時停止をしなさいよという状況がありますので、まあここの部分はね、ちゃんと覚えておいていただければいいかなと思います。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。